はい、チャンネル剣をご覧の皆様、いつもありがとうございます。剣です。素敵なね、音楽ライフを、音楽ライフって何を、ね、送ってらっしゃるんじゃないでしょうか。皆さんね、音楽好きですからね、まあ、いい音を聞くと体にもいいって言いますからね。まあ、2月もね、もうそろそろ終わりますけれども、あの私事なんですけどね、まあ、今月無事に一つ、ね、年齢を重ねてしまいました。時の経つのは早いですよね。もうあっという間にね、もう一日一日がね早いです。こんなね話を聞いたんですよね。まあ例えば10歳の子のね、1年っていうのと、例えば50歳の方の1年っていうのはですね、同じ1年なんだけれども、まあ、感じ方がね全然違う、というのが、10歳の子の場合は、10分の1っていうことですよね。10年生きた上での1年っていうこと で50歳の場合は50分の1ということでね、やっぱり短いというか感じ方が早いとねいうようなことで、なんかその話を聞いた時になるほどなとかって思ったんですけどね。はい、今回は質問をねいただきまして、どういった質問かって言いますと、まあ、素人にね有効なというかね、いい練習方法、まあ、歌のですよ、歌が上手くなるそのっていうことだろうと思うんだけど、練習方法は ありませんかと。で、まあ、合わせて僕がね歌を歌うときに何か心がけていることはありますかっていうような質問だったんですけど、ですね、まあ今までもそのちょくちょくどうしたら歌が上手くなりますかとかっていう質問をいただいたこともあるんですけど、まあ、正直ね僕が言うのもおこがましいっていうのもあるんですけど、練習方法自体がねわからないんですね僕には。いや、いろいろね考えたんですよ。もうせっかくね聞いてくださってる方からの質問だし、僕でよければなんかねお役に立てるようなことがあるかなと思って考えたんだけど、まあ、多分僕は僕の独自の何かね練習をされてるはずだと思って多分聞かれたんだと思うんですけど、実は何にもしないんですよね。例えばボイトレとかね、ボイストレーニングとかなんかレッスンを受けたりとかもしてるんだったら、もう全然隠す必要とかないですから、ご紹介してもいいんだけども、何にもしたことがなくて、生まれてこの方なんか習いに行ったりとかもないですし、ちょっと困ってしまったというね。はい、例えばね、いい曲だな、歌いたいなって思ったら、その曲を歌ってる人のね、まあ、モノマネしてますよね。モノマネというか、まあ、似てないんだけどね、まあ、似てる似てないは別にして、声の出し方だとか、トーンだとかね、それこそイントネーションとか、歌い方なんかをね、本当にね何度も聞いてね真似るんですよ、ね、もしかしたらそれが良かったのかなとか、もう昔からそうですね、僕がやってたのはね、ぐらいしか思いつかないですね。本当に申し訳ないんですけど、で、まあ、その心がけみたいなもの、歌に対してっていうものであればね、いろいろ持ってます。歌に対する思いとかこだわりとかはもうこれを話すとねいくら時間があっても足りないので、まあ、一応今 YouTube とかでねアップしてる上でね気をつけてるのは、やっぱり聞いていただいてる方に違和感がないようにっていうことと、もう一つはそのやっぱり歌って楽しむものだから、誰がどんな歌い方をしても別にいいじゃないって思ってるんです僕は。だから僕自身はですよ、僕の話ですからね、僕自身はまあ、歌って気持ちがいいっていうことになると、やっぱりね好きな歌しか歌わないっていうかね、そういうのはすごい傲慢かもしれないけど思ってます。もうあんまり好きではない、そうではない歌っていうのはもうできるだけ歌わないっていうかね。じゃあそうしないとやっぱり気持ち良くないんで歌ってて、で気持ち良くないっていうことは聞いてる方も気持ち良くないんだろうなって思うから、そこはね譲れないとまでは言わないけど、まあ考えさせられますね。自分ではそう思ってます。でもう歌ってやっぱりね好き嫌いだけだと思うんで、
極論すると好きか嫌いかだけだと思うんですよ。声が好きだとか歌い方が好きとか曲がメロディーが歌詞がとかね、まあ歌ってる人がっていうのもあるかもしれない。で逆を言えばね、そうじゃないものっていうのはね、その人がまああまり好きではないっていうことだったら聞かないじゃないですか。大体ね、まあ好きか嫌いかだけなので、思い切ってね本当に好きだなって思うのを気持ちよく歌ったらいいんじゃないかなと思うんですよね。投げやりじゃないですよ、本当に僕はそう思ってるから。そういうことを胸にね、僕はいつも心がけて臨んでますね。練習だけはね、練習というかその歌を歌いたいな、この歌を歌いたいなと思ったら、それこそ8時間10時間とかずっと同じ曲歌ってますよ僕ね。納得いくまで、納得いかないんですよなかなかね。だからそういうことはしてますそれぐらいかな、やってることっていうのは。すいません、もうね思ったような答えじゃないかもしれないんだけど、ごめんなさい本当にまあ今回はそういったとこですかね。ちょっと長くなりましたんでね、弾き語りとかはしないんですけど、またね、しっかり歌っていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。最後までねお聞きくださりありがとうございました。ではまたねお会いしましょう。失礼します。バイバイ。